アンのエニータイムアンダンテ。アンです。エニータイムアンダンテ、私最近とっても大事な親友ができました。柴犬を飼い始めた、あの名前がヤマト君という男の子です。最近トマトって呼んでも来るんですよ。びっくりしました。あとはヤマチョウって呼んでます。すごいどうでもいいですね、すいません。親バカしたところで、まあ、友達バカでしょうか。ということで今日のテーマは友達です。友達に関する最初の記憶というか、幼稚園ぐらいだったと思うんですけれども、友達にある時くすぐられて、すっごいくすぐったかったんでしょうね。私本当に今でもくすぐりは本当に苦手で、ちょっとこう脇にスタイリストさんがこうお直し入りますとかって来られただけでヒャーって言っちゃうぐらい苦手なんですが、まあ、幼稚園の頃からそれは変わっておらず、こうわーってびっくりした拍子に友達に私が当たってしまって、でその友達がですね、鼻血を出してしまったんです。で私もこう、あ、血が出てしまったっていうことでだいぶびっくりしてしまってですね、その時しかも見てる大人がいなかったんですよ。で、まあその子もまあ鼻血が止まって、あのよかったねみたいな風になって終わったんですけれども、その後家に帰った私はですね、もういつ警察が私の元に来るんだろうってずっと考えて、ドキドキしていました。警察官の人が夜ピンポンとかやってお家に来て、今日友達のことを押したり飛ばしたりしませんでしたかみたいなことを聞かれて、逮捕されるに違いないと思ってたんです。なぜなら私は証拠がバッチリ残ってたんです。靴下に血痕が残っていたっていうので、しかもですね、その時私のお家はですね、子供たちが自分たちのパンツと靴下は洗濯板で自分で洗うっていう決まりがあったんですよ、お風呂に入る時に。というわけで自分の靴下を洗濯板で洗おうとした瞬間に、その血痕が実は落ち葉だったっていうことに気がつきました。なんかどっからこう突っ込んでいいのか分かんないぐらいの落ちだったんですが、しばらくちょっとトラウマになりましたね。なんかこうくすぐられても、うっ、でも動いちゃいけないみたいになりましたね。でも未だにダメですね、くすぐりは本当に苦手です。中学までの友達にですね、自分のことをワテっていう女の子がいたんですよ。ですごくボーイッシュな子で、なんかちょっと変わって面白い子だったので、割とみんな、ああまたあの子だみたいな感じで普通にこうワテっていう子だと認識していたんですが、久しぶりに成人式の時に再会した時に宣言してました、同窓会で。もう私はワテって言わないから、ワテって言ったら注意してってみんなに言って回ってました。20歳までワテって言ってたのかっていうことにもちょっとびっくりしましたが、その子ボーイッシュだったのにものすごく可愛くなってて、なんかいっそワテって言ってても可愛いんじゃないのなんてこう思っちゃったりもしたんですが、私もですね、小さい頃、まあ、小学校2年生ぐらいまでは私って言えなくて、自分のことを、まあ、ちょっと恥ずかしいんですが、あんちゃんって呼んでました。あんちゃんね、あのねって言ってて、でなかなかそれが治らなかったんですけど、なんか恥の概念ってすごいなって思うんですが、ある日保健室で保健の先生に、うわ恥ずかしいみたいなこと言われたのがものすごく心に刺さったんでしょうね。もうその日からぴったりあんちゃんって自分のことを言わなくなりました。その反動か同時期に始めた野球の影響かわからないんですが、それから小学校6年ぐらいまではずっと男子も女子も名字を呼び捨てにするという、逆に乱暴な方へシフトしてしまいました。まあ、中学に上がるか上がらないかぐらいで確かもう治ったと思うんですが、今考えるとなんか私も私で不思議な子だったんじゃないのかなと思います。友達、まあ、同級生となると、まあ、やっぱり仕事も始めて何年かしてるので、
何度か同級生に再会しました。今までまずはですね、テレビ局でエレベーターホールでばったり再会しました。まあ、同級生女の子だったんですけれども、相手の子の方は AD か AP か分かんないんですけど、なんかちょっとまだ働き始めのテレビ局の、まあ、局員かスタッフかっていう感じで、なんかすごく忙しそうにしていて、でエレベーターホールだったので、あー久しぶり、あーどうも、またねみたいな感じで、すれ違って以来まだ会ってないんですが、最近ちょっとその局もなんかちょくちょく行っているので、行くたびにすれ違わないかななんて思うんですが、また違う現場に行ってるんでしょうか。ちょっと気になります。それからですね、私の出演させていただいた CM の現場で、 CM の現場って控え室からスタジオに行くまでになんかいろいろアテンドしてくださる係の方がいて、その役割の子がなんと同級生の子でした。その子がいろいろこう楽屋に置く雑誌とかも手配するらしく、前の前の日ぐらいにその子からメールあって、なんかどんな雑誌がいいとかで直接メールが来て、歴史の雑誌とかあると嬉しいかもなんて言って、そしたらちゃんと用意してくれた、本当にありがとうありがとうなんて言って再会を喜んでいたんですが、みんなにインフォメーションするときに案入りますとかって本当はのテンションだったら言うんですけど、なんか案さんとかって言わなきゃいけないのでちょっと気持ち悪いねとか言いながらタタタって現場に戻っていったりする彼女を見て、すごい不思議な気分でした。彼女も彼女で働いてる私っていうのを見るのも不思議な気分だし、再会って不思議なもんだなーなんて思いました。またぜひ再会したいです。エニータイムアンダンテ、またお会いしましょう。アンでした。